山下先生、山下さんから質問来てます。はい、山下先生が昔つえげんに入ってたって聞いたんですけど、はい、本当ですか？本当です。中学高校の6年間つえげんのジュニアユースで北信越のベスト11まで選ばれた実力ありました。はい。ありがとうございます。